保険金不正請求問題で経営再建中の中古車大手ビッグモーターは伊藤忠商事グループや企業再生ファンドの出資を受け新会社ウィーカーズを設立しましたこの改革を貫徹するためのベストチームが揃ったと考えております私もウィーカーズの先頭に立ってぜひこの改革を成功させたく粉骨再振全力を尽くしたいと考えております 新社長には伊藤忠商事のグループ会社であるイギリスのタイヤ小売大手で会長を務めた田中信次郎氏が就任します経営再建の実務は伊藤忠商事が主導しブランド名もウィーカーズに変更し看板の書き換えなどは順次進めます中古車の買い取りや販売を手掛けているおよそ250の店舗と4000人以上の従業員の雇用はそのまま引き継ぎますが創業家は経営に関与しません